はい、皆さんこんにちは。今日は、この一つ前かその二つ前の動画でお話しした、この事実を証明したいと思います。FN っていうのは関数列で、この関数列が、一様に F に収束している、 F に一様収束している場合にこの F は連続ですよというようなことを証明します。まあ、各 FN は今連続としています。 各 FN が連続の時に、その F にもね、その連続性が遺伝しますよというそういうお話です。ちょっともう一回一様収束を図で説明しておきたいんですけれども、F に一様収束するというのはどういう意味かというと、F という関数がこういうふうにあって、それで、関数列 F1、F2、F3 点点点というものがあって、まあ、F1、F2 は、若い番号のうちは全然どうでもいいと、F と似てなくてもいいんですが、番号がある程度進んでいったら、その F にうーんと近い挙動をしてくださいっていうのが一様収束の意味です。もう少しちゃんと言うと、任意のイプシロンに対して、F のイプシロン近傍、 F からこう幅がイプシロンだけ離れているこの帯ですね、番号を十分大きく取ると、その、ある番号があって、その番号から先の FN については全部この中に入ってますよっていうのが一様収束です。だから、どんな番号かはね、その関数列ごとに違うんだけども、例えばじゃあ100番ね、100番という番号があって、100番から先の FN については全部この中にすっぽり入ってますよみたいなことが一様収束です。F100 は、F99 まではちょっとこうずれてるかもしれないけど、 F100 になるとこの中に入ってる、で F の101もこの中に入ってる、 F の102もこの中に入っているみたいな、そういう、意味です。この考えてる区間ですっぽりとこのね、一様に F のこのイプシロン近傍、 F のこのイプシロンのこの帯の中に全部入ると、ね、どの値も全部すっぽり入るというのが、この一様収束の意味です。はい、じゃあこのように一様収束している場合は、この一様収束先である F というものも連続であると、ね、F1、F2、F3 が連続の時にこの一様収束先の F も連続であるということを証明、今回はしたいと思います。連続であるっていう証明は何をすればいいんでしょうか。連続であるっていう証明は、どっか任意の点を X で取ってくるわけですね。でこの点で連続であるということを証明すればいいわけです。で、この点でじゃあ連続であるってことを何証明すればいいかというと、これは任意のイプシロンをやっぱ止めるわけですね。任意のイプシロンを止めた時に、あるデルタがあって、イプシロンはこう 縦の話ね、任意のイプシロンを止めた時に、あるデルタがあって、X のそのデルタ近傍、ねこの絶対値がデルタ以下ぐらいのデルタ近傍出るぐらいの、そういう幅にしてあげると、その近所の値は全部このイプシロンの幅に収まりますよ、ね、これが連続の定義になります。ちょっともうちょっとちゃんと書いていきましょうか。この X という点で、連続である、この X という点で連続であるというのは、まず任意のイプシロンを止める、任意のイプシロンを、ここでね、こうやって止める、2のイプシロンをこうやって止めたとき、これイプシロンですよ、幅が。イプシロン。ね、2のイプシロン、この FX という点から、ここが FX ね。ちょっと書き方が下手だったな。FX。その FX という値から、そのイプシロンだけこうずれた、この幅を考えます。ね、2のイプシロンを止めた。で、このときに、このイプシロンに対して、あるデルタを見つけることができて、その、デルタ近傍、デルタ近傍って言い方しないか、 X からデルタだけ離れているところの、おっとずれたな、適当に書いてるとこういう時に困る、あるデルタがあって、これデルタ近傍だと思ってください。 X からデルタだけ離れてるね、デルタ任意のイプシロンに対して、あるデルタ十分小さく取れば、このデルタの、この近所ね、X からデルタぐらいしか離れていない近所の人たちはみんな
値が、ね、fx からイプシロン以下しかずれないと、ね、こういうことですよね。任意のイプシロンに対して、デルタを うんと小さく取ればこの間の値は、どれも全部、イプシロン以下、誤差がイプシロン以下の範囲に収まってますよ。まあ、こういうことを言いたいわけですね。これが連続です。ということで、じゃあこれを実際に示してみましょう。はい。じゃあ何言えばいいかっていうと、任意のイプシロンに対して、まあ今1個止めます。あと x もか。まず x。まあ x ね、どっかの点を取ってきます。どっかの点を固定します。で、任意のエプシロン1個止めましょう。ね、でその時に、あるデルタがあって、誤差、X との差がね、X からデルタぐらいしか離れていないものであれば、FX との誤差がね、エプシロン以下にできますよっていうことを言いたいわけです。つまりどういう評価をすればいいかというと、ちょっと先にネタバレですが、FX の値と、それから、X からちょっとずれた値、どうしようかな、X' ダッシュとかにしようかな、X' ダッシュ。X' ダッシュ。で、この X' ダッシュっていうのは、この、今、こういう X という点を考えていますけれども、この、デルタ以下の範囲、デルタ以下の、範囲の中にある何か値です。これが x' ダッシュとします、ね。x からちょっとずれた値ってことです。デルタを十分小さく取れば、x と x' ダッシュの差が、イプシロン以下にできますよね。こういうことを言ったわけですね。で、今回一応収束とかね、いう条件を使いたいので、まあ、FN の情報も絶対使うはずですよね。これまだ FN 出てきていませんから、これを、まあ、ちょっと FN を使ってね、これ書き換えるわけです。今、あれですよ、照明に入る前のちょっと準備というか、そのスケッチね、照明の簡単な流れだけど、こいつをちょっと3つに分けるわけですね。この中身をちょっと、ちょっと余計なの足して引くみたいな、ことをやります。FX に似てるものとして FNX で、 FNX 余計に足したから FNX を出すと、これちょっと入るかな。で、こいつに似てるものとしてマイナス FNX' ダッシュだな、そして余計なの足したから余計なの引きましょう。で、最後に元々のこいつ、ここまで入ってくれ、入るか、大丈夫か、入りますね、よかった。はい、こいつを、今、余計なの、これ、引いて足しました。で、余計なの引いて足しました。ね、頭とお尻同じものです、これね。で、こいつの評価をする代わりに、これとこれと、これの評価っていうふうに持ち込んでいきます。で、この1番目と3番目ね、1番目と3番目については、これは FN の一応収束性から、イプシロンで一斉に抑えることができます。X とかね、 X' ダッシュとかこれあるけど、結局 F と FN のこの差っていうのは、X とか X' ダッシュとかね、場所がどこにあっても、全部一斉にね、誤差がイプシロン以下で抑えられますよと。 FN とF の誤差はイプシロン以下で一斉に抑えることができるわけだから、1番と3番は、イプシロン以下で抑えることができる。で、2番については、これは FN 同士なので、その FN の連続性から、これがイプシロン以下であるということを抑えることができるということで、1番も2番も3番も全部イプシロン以下で、抑えることができるので、まあ合計で3イプシロン以下イプシロンデルタ論法やった方だったらご存知だと思いますけども、3イプシロンとかね、そのイプシロンの前に何かついてても、別にこれは評価には本質的には関係ないので、これで証明が完了するわけです。ということで、でちょっと証明やります。まずこの1番目と3番目の評価が、イプシロン以下抑えられるっていう話ですが、FN は、F に一応収束してる、
しているので、ある番号、まあ、N0 という番号があるわけです。N0。ある番号 N0 があって、F0 があって、まあ、任意の、どうしようかな。ちょっと開業しようか。すいません、開業します。任意の、あ、すいません、N0 というなんか番号が、あって、これ番号ですよ。番号があって、任意の、考えている区間の値、ちょっと Y に変えておきます。ちょっと X と紛らわしいのでね。任意の Y、区間の、値に対して、FX と、FY ね。FY と FNY の値というのは、一斉にイプシロン以下で抑えることができる。この今 Y って書いてあるのはね、ここのいろんなこう値を実際取り入れます。ね、区間 I のいろんな値取り入れるんだけども、すいません、これ N、これ N0 でしょ。すいません、ちょっと音が鳴っちゃった。はい。一応収束してるんだから、ある N0 があって、まあ、実際にはその N0 より、先の番号すべてが、これを満たしてるんですが、まあ、特に N0 についても、その F と、F の N0 という、その誤差が、どの値に対しても、イプシロン以下にできているということが言えます。これが一つですね。で、この事実から先ほどの不等式の1番と3番がイプシロン以下で抑えられるということを言うことができます。まあ、これで1番と3番の準備が終わり。で、その次、今、N0 という番号のね、値に対して、この FN-FN のこの差を、計算するんですが、一方、今2番の評価ですよ。N0、これは連続である。連続ってことは何かって言ったらこれが言えるわけですよね。これがね。連続っていうことは、ある、まあ、デルタがあり、任意の X ダッシュ。で、X ダッシュというのは、今 X は止めてますからね。X と X ダッシュの差がデルタ以下。X と X' の差がデルタ以下、すなわち X から、まあ、デルタぐらいしか離れていない、そういう、X' というものは、FX と FX' の差がイプシロン以下にできますよね。ということです。はい。ということで、これでもう準備が終わったので、あとはこれの不等式に当てはめるだけです。ちょっとこれ、さっきスケッチと言いましたけど、これちょっと証明に再利用します。それで、ここの不等式。どうしようかな。ちょっと書き方が下手だったら。まあ、この辺消し、この辺は、いいか。残しとくか。ということで、よって、すいません、よってが下に来て申し訳ないんだが、よって、この不等式ね。今評価したかった FX と FX ダッシュ、ね、というものの評価をちょっとやっていくわけですが、FX ダッシュというのはこれです。ね、X からデルタ以下しか離れていない、ものですが、これはこの3つの不等式に、分けることができる。それでさっきから言っているようにこのこいつね、この事実、これ A にしますよ。A で、この事実 E にしますよ。 E にします。はい。そうするとこの部分とこの部分は、一応収束性から、これ A ね、一応収束性から、イプシロンで抑えることができる。で、2番目の評価については、これは、E ですね。E。この部分、こういうデルタを取ってきて、X からデルタ以下しか離れていないような部分では、こういうイプシロン以下に抑えることができる。あ、で、今番号 N0 ってやってたんで、これ全部 N0 にしましょう。 N0 すいません、ちょっと小さくて見えづらくて申し訳ないが、はい。
こういうことが言えます。これいいですね。あのこの y の部分を、まあ、特に x とか x' に変えてももちろんこれ構わないわけだから、まあ、この評価はもちろん言える。で2番目のこちらの評価っていうのは、これです。あ、すいません、大事なの間違ってた、ごめんなさい。これ、fn0 が連続だからこれ n、 こっち n0 がないとダメだよね、すいません。はい、ね、今これ証明したいことだから、これが証明できたらもう終わりなんだから、f の n0 ね、 n0 が連続だからね。ということで、この部分っていうのは、イプシロン以下に抑えることができるということで、これでこれ全部ね合計3イプシロンだから、これで結局何が言えたかというと、 f の連続性が言えたわけです。 x という点において、まず2のイプシロン止めて、こういうデルタ、こういうデルタを定めてあげると、その幅がね x からデルタぐらいしか離れていない x' と x の差っていうのを計算してあげると、それは3イプシロン以下で抑えることができる。これは fx が連続であるということを示してますから、これで証明が終わったことになります。はい、いいですかね。まあ、ちょっと一応言っときますけど、あの3イプシロンで良いっていうのはあれですよ、あの今2のイプシロンに対して、3イプシロンで抑えられるってことが言えたので、あれですよ、あとはあれですよ、もし気になる人はね、イプシロンを3分のイプシロンダッシュで変えればいいわけですよ。2のイプシロンに対して3イプシロンで抑えられるってことは、このイプシロンをね、まあ、イプシロンまた2にして3分のイプシロンダッシュっていうふうに置いてあげればね、これイプシロンダッシュで抑えることができます。イプシロンが、好きな値取りうるってことは、イプシロンダッシュもね好きな値取りうるんで、まあ、こちらね、まあ、ちょっと多少変更してね、こちらをイプシロンにすることができるので、まあ、こっちに3がついてるのは問題ない。あのていうか最初からここはね、3分のイプシロン以下とかでしとけばいいですね、気になる人はね。はい、ということで、まあ、ここは今本質的じゃない話でしたけど、一応こんな感じで、一応収束であればその一応収束先も連続であるっていうことを証明ができました。定義をねしっかりどういう意味かっていうのを一個一個確認していけば、こうやって導き出すことができるということです。まあ、これで多分大丈夫だと思いますけれども、何か問題があったら教えてください。はい、じゃあありがとうございました。